はい、皆さんおはようございます。アタランタです。11月4日金曜日ですね。はい、今日のアタランタはですね、なんと80度です。暑い。しかし明日が69で、日曜日ゴルフやりますけども、63度で、ドリズルなんか、霧雨みたいな感じになるんでしょうね。はい。ですね、まあいろいろ、今まあ日本のニュースはね、トランプがなってどうなるんだろう。あとまあ、まあアメリカもそうなんですけども、選挙の範囲はどうなんでしょうということで、まあいろいろありますね。その辺をまあ今日はまとめてね、話したいと思います。その前にね、ホリエモンが JAL の123便の件で、1985年ですか、多分嘘をついてるというのが、いわゆる痛みでの尻餅の後のボーイング修理ミスで起きたというふうに公然と YouTube で言ってるわけですよ。でこれはどう見てもねおかしい なぜ今彼はそれを言う必要があったのかっていうことを分析すると、おそらく森永卓郎が、まあ、暴露してその火消しをね政府の人となんか話をしたんじゃないか。でそれは何かというと、ホリエモンが北海道でやってるロケット事業ありますよね。であれに多分政府の金を突っ込みたいんでしょう。政府の協力を仰ぎたいんでしょう。でまあそういうその辺の多分忖度があったんではないかと私は疑っています。確信は一切ないですよ。だけど 今時そういうことを言うことがまずおかしいわけですよ。であれだけズバズバ言う人間がね、なんでまた急にその政府寄りの話をするのかっていうのはおかしいですね。やっぱりだから政府の金が欲しいんでしょうね。としか私には思えないです。はい、真相は分かりませんよ。はい、まあそれで本題に戻って、まあ私は、笑ってごまかすおばさんと、暴言吐きの嘘つきとの対決と言ったんですけど、まあ選挙終わって冷静に考えれば今回の選挙は何だったんでしょう。はい、消去法の選挙だったんじゃないか。どっちも悪なわけですよ、ね、悪人対悪人の選挙ですよ。だからもともとがあんまりそのアメリカ人はどうでもよかったで、まあ簡単に言えば、何でしょう、トランプに入れたくないからハリス、それは私みたいな人間ですね。そしてハリスに入れたくないからトランプ、だからまあこれがこう交差したんじゃないかというふうに思う。でまあ、結局経済は決して悪くないんですよ、ね、私がいつも言ってる通り、上位 20% の人の資産はだんだん増えてるわけです。だから経済的な数字っていうのは全然悪くないんです。アメリカ一人勝ちでずっと今成長してるんです。だけどその中身を見るとインフレでその真ん中から下、いつも言ってる、昨日もこの話しましたけども、そういう人たちの可処分所得が減ってて生活が苦しいわけです。だから今回はトランプになった。まあこれは仕方のないことです。はい、でね、例えばこれ面白い話があって、ジョージア州だけを取ると、実はジョージア、ハリス対トランプの得票数って言うんですか、投票数の差はわずか5000だったんです。だから民主党もうちょっと頑張っていれば、ジョージアね、激戦州でトランプを破っていたんです。でもまあ実質そのまあ破れなかったわけですよ。でそれは何かっていうと、おそらく都心部、例えばアトランタと近郊のね大きな町ではおそらく民主党が勝っていたと思うんです。しかし田舎に行けばやっぱり共和党が伝統的に強い、そして田舎に行けば行くほど貧乏人が多いんです。だからそういう人たちが生活に不満を抱えて、本来は労働者階級で民主党なのに今回はダメだと、でトランプに入れたと、そういうふうな分析を私はしています。まあこれ正しいかどうか分かんないですよ。ただそういう州が多かったんではないかと、その激戦州でね、どの程度接戦だったか分かんないですよ。だけどこの選挙のね、この総取り、いわゆるそのオセロを返すようなね、この選挙スタイルで言えば、おそらくジョージアはこれをしなければ民主党が、7で共和党が9だった
そういうふうに私は見てるんですね。だけど実際この選挙制度でいくと共和党が全部取るんで 16対0になるわけですよ。だから本来は7対9だったんじゃないかと私は思ってます。だからこういう州がいっぱいあったがために、295対226でした、ね、大差がついた。だから最初選挙やる前に接戦だって言われて大差がついたのはそういう選挙システムのせいではなかったかなと思います。はい。それから一つ今いい話は娘のイバンカと娘婿のクシュナが今回はホワイトハウスに入らないというなんかことみたいですね。でそれは何かというとイバンカは前回の4年間のホワイトハウス生活で多くの友達を失ってるんです。まああんまりその評判のいいねお父さんではなかったんでね、相当だからいい友達も消えたみたい。だからもうまたこれでね、要は世の中の半分はトランプ好きで世の中の半分はトランプ嫌いなわけですよ、はっきり言った話が。だから当然そのイバンカの友達に民主党の人もいっぱいいるわけで、もうあんたとはつけないよっていうふうに言われたんでしょうね。だからそれがまあかなりショックだったみたいです。まあだから今回は政界入りはしない、そのホワイトハウス入りはしないということです。まあこれはいいことです。いわゆる私がいつも懸念していたね、そのホワイトハウスの、私物化はなくなったということです。それから次いで、トランプはね、結局、不法移民の大量、送還を行うと言ってますね。で、こうなるとお金がかかるんですけど、どんなにお金がかかってもやらないといけない。まあ、これは選挙公約でやらないといけないと彼は言ってます。で、そうなるとどうなるか、末端のこういうね、レストラン建設、ね、農園とかで全部その人手不足が起きるわけですよ。でそうすると、ね、じゃあ、レーバーの高いアメリカ人雇うんですかっていうことですね。それで人件費が上がるわけです。ということは物が上がる。結局インフレになるんですね。だから移民を、消せば、アメリカ人の雇用は増えるかもしれないけど、その雇う側からしたら、低層のアメリカ人を雇う気はしません。使えないですよ。メキシコ人の方が全然優秀ですよ。そういう面ではね。だからまあこの辺でまたおかしなことになると思いますよ。これ気をつけてやらないとね。それからまあそういうことで結局借金は減る、増えるんですよ。政府の債務はね、これ、政府機関の話によると今後10年間で7兆ドル以上の債務が増えるそうです。だから今以上に米国は財政危機に陥ると。で、どこが債券、米国債買うんですか？たらジャパンしかないんですね。これはもう悲しい話。それからね、米国民の海外移住の検索がいっぱいあったそうです。この5日以降。で、特に多かったのはカナダ、オーストラリア、ニュージーランド。ただその簡単に行けるわけではないんでね。だからまあ、移住するって言っても実際にやる人は少ないと思うんですけど。やっぱり、二重国籍とかを取っていく人は今から増えるでしょうね。で、それはだからトランプが大統領になったからではなくて、今のこのアメリカがね、もうなんかおかしい。半分腐ってる。私なんかもだから、もう金儲け終わったしね、別にだから日本に帰ってもいいし、ね、民主党の強いハワイでね、まあ、ハワイって犯罪が少ないんですよね。悪いことしても逃げ場所がないんで、犯罪が少ないんです。で、やっぱりこの温暖な気候で、犯罪が少ないと思ってるんで、だからそういうところに行くのも一つの手段だと私は思いますけどね。はい。それからですね、民主党が、この、大敗の犯人探し、責任のなすり合いを始めた。惨めですよね、民主党ね。これ、だってしょうがないですよ。負けたものは負けたで認めてね、バイデンも悪いし、ハリスも悪いしね、強力なその候補者が出せなかった、その全体の責任でもあるわけですよ。それをね、いや、バイデンがこう言ったからね、ハリスが何も言わなかったからね、こうなったとかね、そう話にならないんですよ。はい。まあ私はそんな風に思っています。は
はい、あとは私が言いたいことは全部終わったのかな。そうですね、あ、昨日ね、バンスの、ヒルビーエレジー、誰かコメントしてくれまして、ネットフリックスで見てました。だけどもう途中でやめました。あまりにつまらない、あまりになんかもう汚いアメリカ、まあ、まさにそうですよね。お母ちゃんはヘロイン中毒でもう半分病気で発狂してね、どうしようもない。結局ね、あの辺って言ったら、まあ、いわゆる、まあ、多分テネシーも含むと思いますよ。テネシー、ケンタッキーね、それからウエストバージニア、オハイオ、ペンシルベニアの一部、いわゆる山間部なんですよね。で、まあ何もない、だからまあたまたま炭鉱があったんでしょう。で、まあうちの兄貴が九州にいてこんな話してる、いや筑豊に似てるよねっていう。だからやっぱあの辺の炭鉱の人も、ね、結局福岡のあの山の中ってまあ炭鉱しかない、まあだからそれで一時は栄えたけど今は栄えている。それで炭鉱あればね、爆地場ができる、で売春場ができる、いろんなこうあるわけです。で、まああの辺のね人も産業が何もないし、あれがもしね平地だったら、アイオワとかね、平地だったらね農業ができるんですよ。だけどあんなこんなね、いや山あいじゃね、ちょうどアパラチアン山脈のど真ん中ですから、何もないわけですよ。いや山と川と谷しかないみたいな、そのとこですよ。でたまたま炭鉱があって、一部は炭鉱があって栄えたんですよ。だけどやっぱりああいうところで働く人とか、人間が荒れてますよ。で本当にだから典型的な低層の白人、まあだからその中からバンスはね、イェール大学行っていい奥さん見つけてね、アメリカンドリームですよ、出世物語だと思いますよ。と言って彼が彼らを救えるかったら救えないと思います。なんか本当に置いていかれた州で、よくそういうところに日系の自動車メーカーをね進出したと思いますよ。例えば最初に出たのがホンダ、オハイオ、それからトヨタが出ていって、ケンタッキーですからね、何もないケンタッキー、もうケンタッキーダービーしかないようなケンタッキーですよ。そこにトヨタ出ていって、で日産はだからテネシーの、まあ、南に出ていって、まあよく頑張ったと思いますよ。やっぱりその辺に目をつけていたんでしょうね。まあ労働組合もない、例えばそのデトロイト近郊に出ていくと、やっぱりその全米の UAW ですか、自動車労組がありますから、やっぱり思うようにできない。でそれでまあユニオン化ができないでしょう。もうオハイオとかケンタッキーとかね、そういうところのまあ白人の貧しい労働者をうまいこと使って、いい車を作るようにやったというのでは、やっぱり日本車メーカーって先見の明があったのかなと。で今まあそれが南ずっとおりでね、ジョージアにもいっぱい自動車工場できてます。でアラバマにもできてます。それがまあ今日たまたまニュースで日産がね、90% 減益、大赤字、赤字になってないですね、 90% 減益で、全世界で9000人の、人員削減を行うとか言ってましたけど、あれもね結局日産ね、何が問題だったのかっていうと、やっぱりその、ミシシッピのねカントンという所に工場を作ったんですよね。あの時まだちょっと日産まだね、ホンダに次いで、3位だったんですよね。でイメージ的にもそんなに悪くなかったんです。であそこででかい SUV、 結局だからビッグスリーに対抗するためにでかいトラック、ちょうどトヨタがタンダラを作った後だった。それで、でかいの作って、それでインフィニもやったし、SUV も作ったし、アルマダでしたっけ。まあそれが大失敗というか、もう不良品の山で、あそこでイメージかなり落としまして、あの後だからずっと日産って回復してないですよ。で今やもう日産のアメリカのイメージはおそらくマツダ以下です。だからもう今日本車の中で一番最下位じゃないですか。でなんか安い車、ルーグみたいなね、2万ドルぐらいで買えるような車でとりあえずしのいでる。それからまあ報道でも言ってましたけども、ハイブリッドがない、それはゴーンさんの時に EV にボーンと行ったからですね、その間がないんです。
まあだからそれも問題。だから日産のイメージは今アメリカではかなり、多分ひょっとしたらヒュンダイ以下かもしれないですね。まあそんな感じです。皆さん良い週末を、お送りください。これからあともうですから20日ですね。20日でもう感謝祭来ます。今日コスコ行ったらもう大変混んでました。でもクリスマスの飾りとか、あとまあ今からギフトで渡すものとかいっぱいあります。それからでっかいこのワインとかね。まあ、今からガーッと今アメリカ人っていうのは不思議で消費の国ですから、金があっても使う、金がなくても使う。それがアメリカ人で、それがアメリカの消費を押し上げて経済を上げているということです。はい、以上です。